カルッ さあ、ということで始まりました。ピーチキャッスルの仮のお時間です。はい。さあ、ということでこのラジオ番組はですね、夕方、夕方じゃないですね、もう夜の7時からですね、8時まで1時間お送りする番組となっております。はいお相手はピーチキャッスル、前城翔と。ピーチキャッスルの、えー、口内炎が治った次は、鼻の穴が被れて非常に痛い思いをしているトーバルでーす、はい。よろしくお願いしまーす。あ、口内炎治ったんですか治りましたね。 そうですねあのシーハーハーが全然聞こえなくなったんですけども、なの、はい、って、今度は鼻の穴かぶれ、<laughs> いやもうベロだけで、指笛音の音を鳴らす練習を続けて、早何ヶ月、<笑>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 今、必要かね、それは <laughs>、ピュイ<ー>ピューイって。さあということでね、もう始まりましたけれども、すごいですね、やっぱ夏になってきてるな。 あら、なんかまだ外は明るいでしょで夕方のそうそうだってもうこの3月ぐらいから始まった時はだって外もうこの時間帯めっちゃ真っ暗だったのにああ<ー>今もう全然ま,あまだサンセットな感じなんでねもうやっていきたいと思いますけれどもいい感じですねいい感じですよああ<ー>、ね、この景色は見せたいですよリスナーの皆さんにもそうですね<ー>まあということで、まあ、始まりましたけれども、はい、早速なんですけれどもねはいちょっと 今週も、あら、タレコミ来てますよ。何よ<や>来てます、来てます。ちょっと。つけおい。はい。読んで、読んでいきたいと思いますので、はい。お願いします。ステーキを食べるとき、どの焼き加減で食べますか場合、加湿オレンジ中本。えー、<超>なんだ、その話は。超絶にアホっぽい。 っぽい質問ですけれども。キャストレジオ中本ね後輩芸人で。そうそうそう。三期生かな、えー、今俺らミッキーしたの。質問ということでね、うん。すごいなんか天然とかねおバカキャラなんですけれども。<ー>ステーキを食べるときはどの焼き加減で食べますかということで。<laughs> これ聞いてどうする。ミディアムあミディアムかな俺は。うん,う,んうん。なんですかねミディアムレア。ミディアムレア。アレアでもあのー、いい。 ステーキ屋さんとか行ったりしたらレア,、はい、レアでいきますけどねあレアであれ知ってる何あの硬、ー、いのがウェルダンウェルダンでミディアムミディアム,ミディアムレアレア、うん、そのすっごい生のやつあんな分かるえ怖いやんに名前ある名前あるばよでこれ知ってる人結構少ないと思うわ。もうレアよりもさらにもうレア の焼き加減があるこれステーキ屋さんのこのシェフとかがもう聞いなこのお店をやってても12回ぐらいしか聞いたことがないお客さんに頼まれるぐらいの焼き加減のあるんだけど、まあ、ちょっとしたまあまあ分からんけど俺の豆知識的な感じでラウス<は>ラウスラウス, <laughs> ラ,ウスラウスって何かうん <で>あれではないけどなんかこの,あのふふ雰囲気な感じだそのもうレアよりもさよなられにレアだからなんかちょっと、まあ、雰囲気っていうのかな,などういう角度からそうなったのか言われてみればああそんな感じなのかなっていう,う結構難しい、ね、長い長い,いやもうめっちゃ短いもう同じ同じレアぐらいの感じだ。タンいやそれはベロ <laughs> これあの正解はあのブルー あ色なそう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 ブルーっていうことは分なんか冷たいっていうこのイメージなんだでブルーっていう焼き加減焼き加減焼くのか一応一応焼くけどもうめっちゃもう本当に裏を持ってもうすごいもうチューチューぐらいねえええええあるでしょちゃんと生がローなんでベリーウェルダンとかあるじゃないですかそうそうそうミディアムレアレアブルーレアでブルーで生がもうローっていうんですよ すごくない俺ブルーって初めて聞いたんだけどブルーっていうのでなんか曲が変わったけどうんいつまスタンスじゃないないでしょ多分あの先週お前が爽やかな感じでハマった <laughs> <laughs> いや違うでしょいや誰でしょいや違うから違うから違うんじゃない違う,違う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 そうなんだ俺ハマって曲じゃないからへえー、そうそうブルーっていうらしいんですけどねブルーうん でローはもう生食べたことあるわよお前ない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 でも俺だか,らだからテレビでテレビかなんかでこのネットサーフィンがなんかちょっとやっててあーブルーって言うんだって行ってでなんかの動画でこのステーキ屋さん老舗のステーキ屋さんに行って知ってでしょあに行ってる映像だったあ、はいはいはい、はい、その動画ででやってはい、はい、だからなんかこの焼き加減はどうなさいますかって,ってお<ー>あじゃあ自分ブルーでっ行った瞬間にそのシェフがブルー <laughs> 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 もう本当にブルーでいいのかこいつっていうブルーっていうあの <laughs> あ,あのブルー <laughs> 嘘つくら<や>お前んそんな顔お前や劇がタッチにお前やらない <laughs> やつやつでじゃあこちらがブルーになります何か他のところで焼いてたんだずな <laughs>、はい、もう焼いてる中でブルーお願いします <laughs> ブルー本当に この道やってて2回ぐらいしか聞いたことないらしいわけよこのステーキ屋さんでも<ー>ブルーというぜひともね、まあ、いいお肉屋さんに行ったらブルーで頼んでもいいかもしれんけどそれ食べたい人の感想は冷たいって言うんですよ<ー>そうそうもう全然焼いてないから何食えるの一応ブルーって <laughs> 食えるんじゃんやっぱりなんかこの牛刺しとかこう刺身でもあるぐらいだからマジでなうん、うん、ブルーっていうので。 まあ我々はミディアムもしくはミディアムレアで食べますんではいじゃあ続いてはいいじゃないやタレコミえ怖いよやマジブルーの話が定時になってから <laughs> 食べますんでねじゃあ続いてのえー、タレコミいきましょうか、はい、最近ピーチキャッスルさんが出ている回の某局のラジオ番組ゴールデンアワーを聞きましたあらもう傍局って言ってタイトル言ったらもうそれもう隠してる意味ないからなこれ<ー>そちらの ラジオでも同じようなテンションで喋ってますかいやーテンンションで喋って場合、ということであーまあそうですね最近ですかねこのゲストでちょっと出たんですけれども初出演だったけどちょっと緊張したなやっぱりそうかほんの少しそうか全然だったやつさでもすごかったけどなあの初めてこのすっごいなんか。 お前他のラジオで他の話すんなお前いやまあ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 だからそのぐらいテンションで喋ってますかってことですかいや喋ってるよなああ喋ってるよ全然喋ってるよだってこのこのこの状態で言ってやったわまあねこの状態で言ってまいやもうこの状態でテンションで喋ってますよあんな誤解を招くようなこといらないだですよまだ日が変なこと聞いて本当によわけのわからん続いてはい 僕らがネタでやってるんですけれどもいやいや待ってそれよりかお前これだろ何えー、前城さんツイッターで可愛い女の子に対しては自分から積極的にコメントしがちだよね、うん、バイ初恋クロマニオン比嘉健吾っていうあ<ー>最低だなええー、俺全然やっちゃうよ <laughs> <laughs> 全然やっちゃいますよそんないやいやま引くんですけどまあ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 つながりは大切にっていう何かのご縁ということでもう俺がガンガンいくよ ういってうい何してんだよとか可愛い子だけでしょ可愛いい子だけ何し,だ何してんだっていうか可愛い子だけっていうのはでもたまたまよたまたまそういうのなんかこう分かる携帯触っててなんかポーンって出てきたからなんかああ面白そうだなっていうことでコメントするっていうのはあるけどもそれがなんかねなんかどこぞえの誰かになんかピックアップされてそこだけあの注目されてね健吾さんから実際 LINE 来ましたもん <laughs> <laughs> マジなうううんんペペンペーンってなんかこういうの あああるぜっっっってってててななそうですかまあそこはもう名前はそんな言えないですけどもお前あれかうん髪型お前少林寺か少林寺中国四世の武術を身につけた急にだけどまあすごいな、ね、一応な画面越しで見るともいや急にウエストサイドあたりのヒップホップの曲が <laughs> ウエストサーアイって流れてますけれどもまあ髪なこれはよ <laughs> ちょっとよ あの失敗したこれは,は失敗あのサイドカットを、あのー、自分の家にあったバリカンでやろうと思って、うん、ちょっと慌てたわけよバタバタして、うん、でコンセントさして電源入れてよし買ろうかって言ってあの洗面台に向かってブイーンってこうジョーってもみあげからやったからああアタッチメントつけるの忘れたということであアタッチメントって言ってしまったわけよそしたらもう取り返しのつかないことにもう全部やっちゃおうと思ってなるほど、ね、ブルブルブルって でも多分俺あと1週間ぐらいしたら多分普通ぐらいの長さになってくると思うけども,もうでもそのまあ少林寺の話よりかもなお前が可愛い子にしかコメントを返してないっていうこの引く、うん、コメントを返してないじゃん俺コメントを基本返してるよああなるほどね、うん、ただなんか誰かの,この女子高生とか可愛い子とかがツイッターとかでポンってあげたのをなんかおっみたいな感じで返信しがちしがちでもないけどね、うん、気持ち悪い気持ち悪いよねえーまあそして他にも僕らがネタで えー、10億円あったら何しますかバイカシスオレンジの中本っていう,うさっきのやつか、はい、10億円あったら10億円あったら何するかな俺まあゆ夢ではないけど、はい、俺ラボホ建てるやつだラボホテルいや別にいやらしい意味とかじゃなくてなかるよなんかあのー ラブホテルってなんかイベントイベントごととか、うんうん、年末年始とか正月とかクリスマスとか、うん、なんかゴールデンウィークとか連休とかって、うんはい、はい、死にパンパンなのわかるわかるなんでって思うぐらいわかるわかるでしょそうるそうすることによってホテルサイドはもうか,かってるんじゃないかなと思ってああなるほどな今でも確かに今沖縄ラブホテルに限らず、うん、普通のホテル事業も儲かってると思うそ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 う観光とかでも来るから ラブホテルをね建てたら楽しそうかなと思って何じゃあなんか沖縄ってなんかそういうなんていうのアクティブ系のラブホテルがないさはい、はい、楽しみやすいとっていうかなんか東京とかだったらなんかいろんな部屋のホテルがあるの分かる全部ルイ・ヴィトンの家具で揃えたマジでとかそうベッドとかシーツとか全部なんかテーブルとかもなんかちょっと高級感を楽しめるホテルとかでもうあって。なんか なんかあとあれ体育倉庫とかはなんかとび箱とかマットとか鉄アレとかなんかいろんなのがジしていってるそうそうそうある部屋とかがあるわけあ学生時代を思い出そう,いそうそう思い出そうとかなんかナースと保健室とかなんかいろいろあるらしいけど沖縄のラブホテルってそういうのないでしょないなうんだってもう昔よく行ってたホテルで 部屋によって壁紙が違うぐらいだったなんか自分昔よく行ってたホテルって生々しいし気持ち悪いな。いやいやいや、生々しい。で俺はマジ,マジで行ってる。あの、ラブホガのラブホ、俺ほとんど行ってるっ信じキモい、マジキモい。い<や>何それ19、20歳の頃、すごいよ、本当に。本当にすごい。じゃあ、お前の想像の4倍。<laughs> 4倍ってもう、本当に。 いやマジでいやさ何話してる場合でそれなんかもうみんな,なんか気になると思うさなんかどっかのラブホテル上等そうかなってあそこ上等ですとかえ本すごいです,すいとか、ま、おかしいですいいですよすご,すごいよさ本んに何も考えずに<は>もうジャグジーとかボンパンパンよとか <laughs> 全部よ俺は みんなが絶対知てるとだって、俺、ラブホボンでも出そうかなと思う時ある <laughs> クパーって。いや、そんなにクパーって <laughs>。じゃあ、じゃあ、本よ、今のはペ。ペラーって。えー、近わってるやつゃ。<笑><笑>とかね。で、出したいなっていうのがあるわけ、ラブホそんなには言ってないだろ、出せるぐらい。いやー、だって、あの、あの合わせの方のあれでしょ、あの、道沿い、俺、一旦全部行ってるからね。<や>上から下まで。もういや、低いやつさ、マジで。すごい。 そんなにじゅお前ほんと逆に尊敬するやつ自分のこの話をこんなにさうもすごいよも、もう本当にすごいね、すごい,すごい、すごいでも一応行ったことあるじゃ行ったことあるっしょいや、ないよ、そんなに <laughs> そんなにまだかわからんけどもだって、あのー、行ってたラブホテルで回転ベッドの部屋があったわ。<laughs> ツイッターネーム飛かさんからの投稿です、ちょい引きましたって、ほら、それはそうやん、いいんです、いやいやいや、全然、回転ベッドって回ってたですか、回転ベッドがあって、もう俺、めっちゃ感動したわけよ、本当にあるんだ、回転ベッドって。ってなって、まずスイッチをぺって押したら、もう案の定、回りはするんだけど、それまでの音がめちゃくちゃやばいわけよ。 ううんん <laughs> 死にうるさいバあって。やだ。うんって。で、うわ、うるさと思って。で、ボタン、停止ボタン押したら、ばんぶん <laughs> 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 いや、軸が錆びてる。<laughs> 最後に絶対に、ボタンぶん、パじューン。<laughs> いやヒ,ーヒ,ーヒーヒーがもうもう浸りすぎて頭の中でいやもうお前の擬音面白いなヒーヒーあるやつそう,なんかそういう音出すやつあれやつ <laughs> サビの <laughs> お前よこの擬音よ極めれたらこれ本当にマジ死に強いエピソード遠くなるやつさ <laughs> 俺だ,そうだからもうもでもよそれマジ10回に1回ぐらいしかまだきり、ねね、できてないけども そうそうそう,そうあの音のせいでもう俺めっちゃ今ピンと来ましたもんね <laughs> あの音ね止まりかけ音こ<の>今このねジ、ね、がたぶん止まりかけなのブン <laughs> 終わっちまったよ、ね、俺ラボホテルで「ケタケタケタ」って <laughs> <laughs> どんな音かやって <laughs> まあまあまあ、まあったけどなほんに。 もうさすがにね <laughs> あれはもう笑いすぎてもうああ <laughs> もう回せんかったもんもうああ軸が錆びてる軸が錆びてるああ久しぶりに笑ったんですよ <laughs> っていう感じだな<ー>だからもう10億円やったら、まあ、ラブホテルも建てても全然錆びない錆びないやつねヒヒヒ言わないやつもうもう <laughs> ちなみにどうぞトーバー何ー10億円やったら10億円やったらね何、うん、だよほんにマジで 本当にだけどマジでもう、うん、パチンコ1か月間毎日それが一番リアルだと思う <laughs> えちょっと待ってえまだ増やす気でいるのそれともなんかもう片っ端から打ちたい,いどういう感情になるのかっていうのを <laughs> 1か月 1> 金ある状態でパやるパチンコって <laughs> いやーなるほどなどうなんだろうでも実際パチンコとかなんかこのスロットとか好きさ、うん、なんかまだ打ったことないような台をもう 打ちたいそれはね楽しみがね、うん、半減するような感じするねへえーうん、金ある状態でのパチンコって確かにどういう精神状態になるのかなだ<ろ>楽しんかよ気になるだろ気になるその時あれ1日いくらまで持っていくって決める今上限なしだろ上限なし無くなるんだろ絶対まあまあなくなりはしないと思うけど 店員とか一応死にしかぶはずやあいつどんだけつぎ込んでんのとかああそうだねだからギャンブル以外でっていう話になってくるとまた別ですけどねうん、うん、ギャンブル以外だと何うーんだからあのー、コンビニを建てるとかね <laughs> え何店長になりたいのいや沖沖沖縄縄縄でしょ沖縄 10億あるでしょ10億ある,10億,ある10億よもう見たことないよもう億セブンイレブン引っ張ってくるな俺はあーいいねいいあのー、本土の方にはあるコンビニだけど沖縄にはないからそれをガッて引っ張ってくるってことセブンイレブンを引っ張ってきて俺がそこのオーナーになるわフランチャイズだからうわーこれめっちゃいい考えじゃないかめっちゃいい考えやつだだって実際セブンイレブンも人気なんだよな いや一番人気は日本でな多分ななん何だっけお前が前話したん日本で一番多いコンビニってセブンイレブンでえっそうなの知らんかったかえっじゃあバケボンったらマジできてるそれは知らんかった沖縄になくてだからねは怖いファミリーマートが多分全都道府県にあるかなんですよね多分ああローソンとかもローソンは分からんけどファミリーマートは多分全都道府県にあるか何かうううんんんでもえっ セブンイレブンはまたちょっと違う。ええー、セブンイレブン1位だ 1> あれツイッターネーム、アスカさんからの投稿ですね。ありがとうございます。ます私の家の近くのコンビニはセブンですよって。あれ県外の方あ、そうなんですね。僕、うちのんちと思ってました。あー、沖縄の人ですね。<laughs> はい。へーえぇいやいや、沖縄の人じゃないでしょう。 沖縄の人かなと思ってましたけどもねもう近くのコンビニはセブンですってこと,てことはもう必然的にもう県外だよなほら下がって佐賀 <サガ S 2> えなんでじゃあえこのラジオねどこで知ってんのこれ <laughs> あ FM 小座で見てくれてるのかなそれとも FM きのわんなああ<ー><な> FM きのわんで見てくれてるのかな<うん笑>じゃないかな多分 FM きのわんで,でセブンイレブン行ったことあります俺 セブンイレブンかどうかわからなくて入ってるコンビニは一応あるわっていやもう意味やからなんかすなあの東京とか行った時ももうなんていうのとりあえずあのローソンファミマじゃないコンビニだなで認識して入ってるああなるほどなるほどだからそれが何なのかはもうわからんわけよはあそう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 でもだからその前行ってたのなんかおでんだっけ <あー S 1> がめっちゃうまいんでしょあおでんねうまいって人気らしいけどね、うん かだからまず普通に売ってるこの惣菜だったり普通の商品だったりセブンイレブンが美味しいらしいよ、うんうんうん、ええー、すげえじゃあ俺もう今度多分東京行った時セブンイレブンを探して入ってみます、うん、でもなんか安心感があるのはやっぱその慣れてるあるじゃないファイミマとかなんかそういったのが安心感がある、まあ、確かにそれはあるななん,な,んなんかよこの制服の色だとかなんか このカラーとか本当にお前沖縄のやつだな <laughs> この新しいものに調整しようとしないところが <laughs> 分,か分かる分かる分かるいいなコンビニを引っ張って10億円あったら引っ張ってこれるだろこれるなむしろ3億であっ3億はいけんかいや何かしらのだからいいいなそのセブンイレブンの物流センターっていうものをまず沖縄に作らないといけないと思う <laughs> 多分よああ それ、専用の流通というか、倉庫だとか、だからそ,う、うん、その物流センターに多分大半の資金を取られると思うその10億円を私が負担するっていうなった場合に OK が出ると思うわけよやばいな、だろ、俺、先見の目あるだろ、あるな、見てみや、俺なんてや、何がラブほや、<laughs> ありでしょ。<laughs> <laughs> あありでしょうねまじゃあ10億円あったら、まあ、セブンイレブンをやって、まあ、僕は、えー、ラブホーを立てるということなんですけれども、はい、さあということで,ですね番組後半のですね全力トークの、はい、コーナーがあります、はい、今週のお題はですね、はい、ドライブということでドライブはいドライブに関する、えー、楽しかったこと嬉しかったことがありましたら皆さん <laughs> どしどしコメントください。お願いします。さあじゃということで一旦曲を流して CM に行きたいと思うんですけれども、何か流していいとあれば何か。あ僕ですか？はい。じゃあ僕何流しましょうかね。はい。なんかねリクエストとかもね。あそうですね。あればいいんですけれども。じゃちょっとじゃ懐かしい感じの曲をじゃ流したいと思います。それでは聞いてください。スマップで夜空の向こう。出た。 <laughs> すごいですね佐賀から見て「僕たちは何かを信じてこれたかな夜空の向こうには明日がもうあっている」うー「うベイベー さあさあドライブですよみなさーん特定はドライブでーすこの次に歌うキムタクのバーガーこと <coughs> バーガー めっちゃいわけ「いいかいしたその手は」「心の柔らかい場所を」「今でもまだ締め付ける」「あれから僕たちは何かを信じてこれたかな」「もうそっと開けてみる」 冬の風の匂いがした悲しみでいつかは消えてしまうものなのかな少しだけ白く残ってすぐ消えた <laughs> <laughs> そうなんですねん ああ <laughs> いやずーっとカメラ見たらどうなるかなと思って。<laughs> Bebe, bebe. I yeah, don't know. Cocco or no? このままどこまでも日々を続いてゆくのかなものない星空がの向こうに続いてる夢から僕たちは 何でしょうね何ですか殺しをあ <coughs> あ グリス来るからいや分からんはい。年前でークリス来るかもつって言うそ引き続きピーチキャッスルのカーリーお楽しみにね <laughs> さあということでいいねなんかキャッチーだねーはーいやっていきましょうかえまたこの曲なにこの曲なになに気になる気になる スタッフさんがいや黙れ黙れ黙れあんた結構あこれめっちゃ懐かしいなんかコーヒーかなんかの塩みつかるつやつじゃないですかいや違う違う違うネスカフェルかなんか違う違う違うえにダメなのってレベレベレドラマじゃないえそうなのドラマだでも洋楽すよねはんほらほらうえ月組じゃないえ うわあむ、むずい。えー、めっちゃ耳残りはあるな、これ。聞いたことある。いやいやラジオ聞いてるには伝わらん。<laughs> 今の俺らのやりとりは。やりとりやつさなんだこれは。まあまあいいでしょ、いいでしょ。いや、ラジオ聞いてる人には伝わるんだよ、お前。音楽流れてるんだから。あ、そうかそうか。若いお前、ツイキャスがお前本業ん、本ンマに。だ。きちって言っちゃった、お前。いやいお前頭おかしいのか。<laughs> デカンティしてたし、今。頭おかしいのか、お前。 こっちが本業だわそうだな今全然分からなかった今聞こえてんだけどだってこのああ付くじゃないこれ嘘何ストーカーを誘う女とかごめんひな形あきこが好きで出てるドラマやイクアの女屋さんにいやいやイくアの女は菅野美穂だろあ違うひな形あきこはストーカーを誘う女でですわけストーカーを何誘う女なんかああ あれデージ怖かったう怖いやつだけどなんかヒナカキゴとやつだ,だから分からんけどなんか,ななんかやつストーカーを誘うなったかなめっちゃちっちゃいストーカーの女じゃなくて、ね、女だったかな誘うなったかな分からんけどストロベリー・オン・ザ・ショートケーキってい2001年の DBS の金曜ドラマのエンディング曲だった <laughs> えストロベリー・オン・ザ・ショートケーキっていう金曜日のドラマのエンディング曲、はい、聞いたことある、えー、だ誰が出てるんでしたっけ、はい ハッキー深田京子さんとか内山里奈さんとか久保塚洋介さんとかはっ芸すごいメンバーですねストロベリーオンザショートケーキじゃ俺見てたと思うよ多分マジで <laughs> どういう内容だったっけ二股とかドロドロしたらいいじゃないですか、うん、ストーリーは伊達メガネをかけもう一人の自分を演じる器用な高校生マナトにある日父親の再婚により義理の妹ユイと同居することになる サエキに片思いするゆいマリッコに片思いするサエキと片思いの連鎖を描いているどんだけ片思い出してくるわ <laughs> ストロベリーオンザショートケーキ,ーケーキおめっちゃ聞いたことあるこれなったかな<ー>見てたと思うばよだから俺今だけ食いついてると思うわ今日片思いに次ぐ片思いのドラマしかもこれあれでしょなんか漫画にありそ年前とかじゃない年ですほら もうあ学生時代だわよもろ15年前かもううんうん2001年だからもう1回流せます今の曲 <laughs> いやいやいやめっちゃ気に入ってるでしょ、お前じゃもう思い出したいなと思ってだってさ、うん、15年前って言ったら15こう歳え違うよ1415で15歳って言ってるしあ十15歳15歳<笑><笑>15歳十五歳だ15歳だ <laughs> やっぱ12歳って聞こえたですよ今

レオえツイッターネーム、レオナさんが生まれない、生まれてないってこといや、やばいったら、2001年に生まれてない、でツイッターネーム、スカさん、うん、15年前とか、まだ1歳です、やばいやし、優ンやし16ってこと、今、16ってこと、高校生なの生なうわありえんやつさ、あー、知最近だよ、もう2000年以降はもう俺、最近のイメージだもん、わ、うん、かる、わかる、めっちゃわかる。

15歳、まあ、俺らでも15歳ですからね、うん、そう、さっき、滝沢翼君が、滝沢秀明君が、全然だから、まだ若くて、めっちゃドロドロしてるから、俺、衝撃的で見てたんだと思う、たぶん。こんな役もやるんだ、的な感じじゃないかな、もしかしたら。で、この歌がめちゃくちゃ、なんかよ、心惹かれてたわけ。え うんうん、どういう展開から始まるのって <laughs> なるほどなはいはいはいじゃあもうだってタッキーなんてさ、うん、俺らからしたら永遠のなんか少年って意味わかるあの何、ー、だっけ昔やってたの「銀狼回帰ファイルじゃなくてなんかそういう怪談話みたいなあっ,あったななん,かなんかあってーし あったな近代じゃなくてじゃなくてなんとか少年団じゃなくてなんかいろいろな幽霊とか怪奇事件を解決していくような小学生中学生ぐらいの集団の木曜の階段だ木曜の階段ああですかなそうそうそうそれとかの印象がめっちゃあるのにバーンって木曜だ今のみんなからしたらセクシーゾーンとか,とかゾーンとか平成ジャンプも違うのかな違うか 俺たちも,もう結構大人か。あ。ていう意味もう生まれてる。まあ余談ではありますけど、小学校の頃に私、天才テレビくんに出てるよって嘘ついてくる女いたけどうわー、ザ余談だよいや、絶対嘘やし。いや、見たら分かるけど、わちょっと信じたもん。<laughs> マジでっつって。<laughs> お前、天才テレビくん出てるばつてわつ記憶が曖昧だでよ。<laughs> わかるー二日後ぐらいにうそやしちゃってすぐ聞いた、ね、<laughs> いたかお前うまいたっけ <laughs> みたいな小学生だから信じる、うん、ちょうどいい <laughs> 嘘つくとは思わないやしちょうどいい嘘だなだか小学校低学年ぐらいに言われたし「うんうんうん、天才テレビくん」とか木金だけとか言われた <laughs> <laughs> この週替わりで木金だけちょっとなんかへしけりこへしけりこいやもうやばいやし出れるかやしかも女だったな <laughs> 江里コーンで死に終わったの地元の友達の名前やし同級生の <laughs> 違うんですよ <laughs> あ,のあれですよあれあの全力トークのコーナーですよ <laughs> ああそうでしたすいませんさあそれではいきましょう全力トーク <laughs> さあ、ということで、えー、全力トークのお時間となりました。はいこちらのコーナーはですね、テーマに沿ってそのトークを、えー、そのテーマについて話していこうという,う、超絶シンプルなコーナーとなっております。はい。そして、えー、今週のトークテーマはですね、ドライブということで、先ほどブ伝えいます。はい。皆さん、ドライブ好きですか初めて買った自分の車でドライブ行った、行く、よく行くドライブのコース、こんな車でドライブしたい、深夜のドライブなどなど、ドライブに関する、 こととをちょっと全力でトークしていこうということなんですけれどもなるほどなはいはいはい、はい、まあだからもう何でもいいんですよねドライブなんで自転車でドライブしたりだとかまあ,、ね、まあ車バイクとかいろいろあると思いますけれどもはい、はい、船とかなうんもうありますね船なうんうんうんあ<ー>なんかもうねツイキャスでコメント来てますよ<あ>ツイッターのこのドライブに関するのですかねツイッターのレオーナさんから投稿ですね お母さんと二人で九州に旅行行った時、レンタカーでドライブしていたらいつの間にか寝てしまい、起きた時には車酔いによってて気分が悪くなってその日はテンションが下がってしまいました。ああ、車酔いか。車酔いね。確かにな。車酔いってなんかしやすい人としにくい人ってやっぱいるんだはずな。俺めっちゃ弱いわけやん。うん。お前意外に乗り物弱いよな。おうん。 船はもう完全アウトだろう。完全アウト。だって車ですらちょっと酔うのよ <laughs> 車で酔う、俺酔ったことないけどな、車とかでも。なんだろうな、あの車の室内の匂いなのかな。<ー>バイクで酔うことは絶対ないわけよ。はい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 。車の中の匂いに。俺、あの、ちょっと苦手な車の匂いがあるわけ<え>あの、ハイエースとか。 ああいうバス,系のあバス系の車の中の匂いって独特じゃない独特独特あれがちょっと苦手ですあれなんか革の匂いやんね合成ビニールの革の,かあの,このソファーのもうモフモフのなんか匂いなのか俺あのハイエス系のなんかバスの匂いが結構ちょっと苦手だモフモフの匂いって何か,なんかあのラジオだかわからんしあの肘にこう置くところとか,なんかあるいは、ま、窓の。 パワーウィンドウのところのこっちがプラスチックではなくて布チックになってるとかハイエースが結構なんかそういうの多いわけ多分その匂いなのか分からんけどううでっかいバス系の匂いがちょっと苦手だからあのロケバスとかあああ,あいうのがちょっと苦手なんかああ独特だなみたいないやこの室内の方向剤の香りとかではないわけ多分ああいうバス系の車の匂いなんだがちょっとだけ苦手 わかる詰まるような感じっていうか,か,るかるその時はなんか長時間乗ってたらやばいなちょっとなんかその胸のあたりがもやもやするなっていうのは船は酔いだろうそうそうそうなな,なったことがある車酔いとかでも船とかはそんなに酔わない <laughs> すごいななんでかいや分からんけどマジで強いよな <laughs> お前マジで強いよなお前ななんであんな船強いば分からんそれは俺も だから最初の縁とか結構。船でまともに仕事したことない。つ釣りロケ。<laughs> や釣りロケに行った時もお前、船乗って開始早々移動の20分でもう顔がもう死にし、し白くなっていくような。あれバーうわーって言って、ずーっと会話もしれないで遠くばっかり見つめて、<laughs> もう俺、分かるのにもう遠く、船のちょっと遠くからでも、あいつ多分そろそろ呼ぶなって。<laughs> お背中がどん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 しおれてくんのにこれって。<laughs> で俺はは、お前、後ら水飲んだなって言ったら、うん、えー、飲んでるよとか。<laughs> ダメだダメだガレッジさんの、えー、川田さんと一緒になああ釣り時け行った時とかもああ仕掛けとか作ってるのに話してんのにもう川田さんが「あ,あ,あれトーバルはあのー、すいませんちょっと一旦トイレ行ってます」って言うとかもうあれ <laughs> もう3回ぐらい船乗ってるけどもう3回ともダメだよなそうだな <laughs> じゃあやばいわけよもう船酔い要因として呼ばれる可能性がもうガーンって高いけどな いや,やばいあれほんとになしかもめっちゃきついんだろやっぱり死にきついもうあれなんだろうなんかこうお酒の二日酔いとかの酔ってるのあれじゃないんだろう、ね、あーじゃあ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 もうずーっとグラングラン目が回ってる感じたまにめっちゃお酒飲みすぎてるけど、うん、意識ある時ないあああるあるあるめっちゃやばい時あーある吐いて吐いて,て目とかめっちゃ回ってるみたいなああんか天井が浮いてるような感じなそれ すそれよりもひどいかもしれない意識ある分あでしかももう船の上だからもう降り練習な引き返すことできないし酔っ払ったりとかしたら寝てたらちょっとなんかしないぐってなる自然となるけど寝練習を何かあつって <laughs> であとあくびしたら終わりも <laughs> <laughs> あお前のこの船酔いサインとしていやいや多分普通の人もじゃないあそうなのもうあくびしだしてきたらもうやばいはやばいはやようよおうよ,うようみたいなもう <laughs> カラーあくびっていうの 体がちょっとなんか異常だよっていう感じの,訴えなのかな、ふけるやつさ、はいはいはい、おなんかちょっとスタッフさんがご用意してるんですけれども、えー、乗り物などの酔いの原因として、視覚、強い光、目に入ってくる刺激の強さ、おうおうで嗅覚、車内,のえー、車内や排気ガスの匂いい、触覚で揺れ、精神酔った人を見る。 不安感、心配、で体、睡眠不足や過労、これが整うか、なんかどれか一つでもなんか当てはまっていくと乗り物とか、そういった用意になるんですかね。で俺を、えー、精神的な分に関しては、もう多分よ、お前、無理だと思う。えー、どういうことあの、一回不安をした人って、次乗るとき大丈夫だろうと思うけど、 また酔ったりしないかなっていうのは絶対入ると思うあああるある絶対あるそれが多分俺も不安と心配から入ってくるのは絶大だと思う大きい,、ね、いそう大きいと思ういくらなんか薬飲んでるけどシャーって張り切ってなんか海レジャー塩安さでも心を高ぶってるけどいざ尻尾パッパッマジある動いてきたら大丈夫かなそれ多分大丈夫かながもう心配なあ,ある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 でちょっと数,、まあ、数十分した後に あれれちょっと前と似たような感覚になってないかなってなったらもうやつらは時としてもう人間を虫歯やついやいや,いやお前お前薬みたいに。<laughs> <laughs> そう多分そういうのあると思う。じゃお前とか全くないんだ。あうん。なんか、しもう、その。死に楽しめば。そうそうそう。よっしゃーから入るもん。ウィンタツーリッターとか。 ありから入って酔いそうだったら遠く見ればいいんでしょ釣りだうん見たでも酔ったことないんだろう酔ったことないだけどあれはあったよ前の、えー、正月ぐらいにやった釣りロケで、うん、降りた時はちょっとやっぱフラフラしてたあでも乗ってる時は別にいいなんだろあ全然全然気分悪くないだろう気分悪くなかったもうずっとひたすら集中して「トーン!」ってライン垂らしてとか「えー、さ食うかな」いやマジすごいんだけど <laughs> <laughs> 全然もうあれだったけどそこは超すごいやつさなんかな さあまあま症状として気分が悪くなるああ、あくび、あくび入ってますよ、ああほ,らほらほらほら、生唾で顔面蒼白、<laughs> 冷や汗吐き気、もうあくびと顔面蒼白はもう、と原さんからしたらもうセットのようなもんですからね、あくび出てるときはもうだいたいあなた、顔面蒼白ですからね、<laughs> 死に吐き気来るからや、いいな、いや、でも今から夏来るから、ほら、また釣りのシーズンで、いやもうマジ勘弁して、いやいや、ーチキャるスルって言ったらもう釣りでしょ、マリンレジャーとかそういうのありますけど、いや、何それ。<laughs> いやもうありえんけど何なの怖いんだけどマちろんだってあの船酔いする人にしか船酔いの気持ちはわからないからさうんうん,うん、うん、それ言わせてもらおうとでも多分時として多分俺ももしかしたら酔う場合もあるかもしれんからなお前酔わないだろいや何かの表紙でもめっちゃ体が疲れてるとか睡眠不足とかあでも船乗る前は俺もう遅くまで起きない絶対にえっていうのがあるからえ、うん本<当>そうそうそう まあまあまあ、ちゃんと寝るちゃんと寝ても酔うよ <laughs> いやだからお前はもう一回船酔いしてるからその不安感をもう一回抜くわんといけん車にも酔う人もいるわけですからね普通にほら話としてそう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 まあなあうんまあまあ、まあ、まあ今週はドライブですけれどもであとなんかドライブ好きな人ってわけわからんくないえなんで あまあでも言わんとしてることは分かるさなんかどこ行くのっていうことでしょおうじゃあ県外とかだったら分かるようんうん,、うん、なんかいろんなところ行ってみたいななんか沖縄でさドライブ、うん、なんかドライブしようとか言うさ多分よもう俺らの年ぐらいになってくるとえっってなるんじゃないドライブしようってなったらいくつまで OK だわ 22、3ぐらいまでは多分ドライブ好きやんに。ドライブ好き好き。ドライブ好きやんに。嘘だ。だって免許取れるのが18でしょおうで、お酒飲めるのが20歳からでしょまあね。そしたらなんか北部とか行くとかなんかドライブで、あっちのなんかカフェとか美味しいなんとかがあるんじゃないとかで。24ぐらいの時、ドライブしてた ?24 の時はドライブは、そうですね、僕はしてなかったですね。 うん、だけど今だったらもうあれにまた新しい楽しみ方もあるんじゃないなんかあっちおいしいらしいよとかでみんなでなんかツーリングだとか、はい、どっか向かう目的地に向かうとか、まあ、若手芸人とかもう俺ら後輩芸人を集めてなんかちょっとドライブするとかそれなんか楽しそうにああ<ー>え完全にもうドライブ嫌いな人だしだって俺も 車でまず話したくないわあんまり。え、というと話したくないってもう。特に会話はしたくないってこと酔うさ<笑><笑>え、いや、話してた方が酔わないんじゃないわ。<laughs> そこに意識取られる。もしかしたら車に乗った時点で酔ってるのかもしれない。<laughs> やばい、やばいだろ、やだからなんか、スッとこう <laughs> え。えあ睡眠体制に入る <laughs> 車めっちゃもう、お前寝るよな。 好きば寝るような車なだから多分あれだと思うだからこの防衛本能そう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 , <laughs> ういいですよ乗り物酔いの予防方法がありますけどもれ今日全力で送ってドライブじゃなかったドライブだけどもう多分今ねちょっと乗り物のそれで酔いになってるなこれ <laughs> 睡眠をしっかりとる空腹食べ過ぎ飲み過ぎを避けるなるべく進行方向を向き 体を安定させる。読書、ゲーム、携帯の使用を避ける。換気を良くする。ほら、友達と話す、歌うなど、ほら。あ<ー>ほら、やっぱ友達と話したりとか、歌ったりしたら、やっぱこう紛れるんだよ、やっぱり。いや。うん。それではもう、もう、補えないですよ。ああ。 あ分かったお前多分運転してなくてなんか車の後ろとか乗ってる時があるさ、うん、携帯めっちゃ触ってるやんそれやんにそれもあるかもな多分だって車の中で漫画とか読んだらめっちゃなんかんで,でも俺昔から車の中でめっちゃ漫画読むなええー、俺それやったことないもう気分は悪くなる限界まで嫌 <laughs> だーで「来た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 !」と思って当時 <laughs> <laughs> どこでなギリギリで遊んでれば 俺もだから車に乗ってる時にコロコロかボンボンを呼んでて途中で「はぁ本当に何このモヤモヤ」っていう気分悪くなるってで野球にこの「はぁ」っていうき対価するのんだかそのキャラいやいやその全然ピンとこないよめっちゃモヤモヤするなって決まり決まりとかなったから何だそれキャラ全然伝わらないやつ俺の中の表現はんかこの「ふわーん」ってなるっていうかやだ表現方法よ なんか女の子とかな<ー>ドライブコースとかよく行くドライブのなんかスポットとかなんかなかったわけマジでずっツッツッドライブしたんのドライブが嫌いええー、ドライブしようっていうやつがわけわからんなんか免許取ったらあのー、女村とかにあるなんかシーサイドのレストランとかいかんいかんスープを飲みに行とかなんか行かんのう嘘あれも定番中のっても往年の往年だよ本当に 往往年の往年のって何かやんもう代々もうワッター音岡とかから受け継がれてるような感じのドライブスポットじゃないあっちはいやだけど俺行<え>かん俺行ったことないかもしれない嘘バッペえたらんか女村にあるなんかすっごいなんか銅像があってあのだからシーサイドいいんだろあそうそうシーサイドいいあのスープだろスープ,、うん、スープ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 ってあれか普通のステーキ屋さんで出されてるスープかみたいなマッシュルームとかクリームスープ的な感じのだろうん あれが飲める飲めるあれそうそう,そう,そういくらばあれ150円ぐらいかなあマジでなうんじゃあいいやさなんかや <laughs> なんかそれ、まあ、値段でなんかやひょっとしたから、ね、今 <laughs> じゃ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 まあうまいけどねあの、うん、うまいうまいうまいまずドライブとかもま,まずなおさら自分で運転するのをつかだったら余計いや <laughs> えじゃあ,あじゃあ誰かがあの運転してくれるんだったらまあ全然いいよってこと まあね。え、お前そ、そもそも乗り物嫌いいや、酔うからよ。いや、なんか運転するの楽しいなとか。あ、それはもう全くない。ええー、全くない。ないんだめっちゃ神経使うえ<ー>もういろいろ考えてしまうわけ、俺。今人が飛び出してきたらいやいや、いやいやみたいな。いやいやいや。保険が <laughs> いや<い>。みたいな。<laughs> 何対何 みたいな考えすぎ自レン行け <laughs> もうドライブコース自レでいいよ考えなさすぎだよ本当にみんな <laughs> いや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 ,いやドライブ好きだっていうやつはね、うん、保険のこと考えてないわ保険のこと考えながらドライブしてたらもう何も楽しくないドライブ好きなやつほど事故が多いって俺は思ってるだからこれねあれしたほうがいい検証したほうがいいわドライブ好きなやつが事故多いってこと説 ドライブ好きっていうやつ、事故を起こしてるの多い説っていう感じの。てんてててんてててんててて。いやいや、もう、もう、水曜ダウンタウンだと思って、がっつりそれによってってる。わええ、ということですね、みたいな。へえ、そうかな、だって、俺バイクとかも、もう免許持ってるから、もうバイク乗るのも好きだし。車も、なんかもう、いろんな車乗ってみたいなとか思うけどな。レンタカーとか、レンタルバイクやりたいと思うのに。 もう全くないねその気持ちがマジで言ってる何よいやちっちゃいんかこのスポーツカータイプのバイクはわかるよバイクは乗り物でみんなでレースするとかさカーレースとかさツーリングするとかサーキット場でレースするとかさ水上バイクとかさとかわかるよ普通にドライブっていやいや楽しいって本当に いやだけどドライブ嫌いな人って結構いると思うよだけどあれよ今年の夏は多分中型免許持ってる芸人を集めてちょっと一旦ツーリングしようかなと思ってるから8名ぐらいはいるからマックス16名で移動できるから多いなバイクでうわーっていってどっか行こうかなって計画をちょっとしようかなと思うからあリーダーそうそうそうリーダーでその時は多分お前も行くよあ俺は後ろに乗る分そうそう後ろに誰かのバイクとかに行くリーダーは誰だわ んぶん歌手数仲中本かな持ってる持ってるるあいいんじゃないですか大丈夫かなちょっとアホっぽいのツーストップに置いてるけどいやでも楽しそうだねリーダーリーーダも結構いいんじゃないですかそうそうそう楽しそうだからはいはいそのあとちょっとやろうまたその時にねまた全力トークでまたドライブドライブしましょうあと説も検証しながら自己多移説はいさあということで全力トークは以上です一旦 CM いきます やばいっすね、死にしゃべれましたね。はい、と。あー、やば。<laughs> 死にやばい。<laughs> 死にやばい。 いろんなところに国道が走り出せる <laughs> <laughs> さあさあって <laughs> やばいか昔からこうだもんなまあな10でいいはいっ、はい <laughs> ということで残り時間2分を切りました。はいということなので、えー、何か告知がはい<れ>、えー、7月26日、はい、6月な、えー、6月26日夜の9時よりはい。はい えー、吉本沖縄花月で、はい、ピーチキャッスルの企画ライブ「ねほりはほ、い、り」ーーーーというライブがございますいますまあいろんなお話まあ物、うん、について起こっている出来事についてねほりはほり掘り下げて、えー、話していこうかなと思っていますはいチケットが前より800円となってますしはい、はい、我々もチケット手売りで持ってますのでぜひ買ってくださいはいよろしくお願いします,しますそして近いライブはですね今週の6月の12日日曜日に一期一会というユニットお笑いライブがあります ます、はい、前売り千円となっております。そしてスペシャルゲストにデニスさんたちが来ますので、いいはいありがとうございます。我々テールチケット持ってますので我々から買ってね。はいお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、ツイッターのねメッセージも来てますね。ツイッターでも、ね、アスカさんから投稿ですね。ありがとうございます。この一時間の間に外が真っ暗になりましたね。そう,そう、ね、沖縄ね。さっきまでいい感じだったんですけどね。そうです<ー>ね。 ということで、うんはい、また来週も聞いてください、はい、ということで、今週のピーチキャッスルのカリはここまでです、はい、お相手はピーチキャッスル前代のと、ピーチキャッスルトーバルでした。また来週お会いしましょうシューアゲンバイバイありがとうございましたバイバーイまた来週、あ、今日は七。